10月の14日から10月26日まで東京ピクセルさんで個展をさせていただきます。ラフ書きレーターの茂美です。今回の個展のテーマは変形です。今まで自分は〇〇だからこう生きなければいけないとか、みんながそうだからこう生きなければ、こうしなければいけないとか、自分の中でそういう偏見みたいなのを持ってしまってて、なんかそれを奇妙な術だと思ってしまったんですけど、その術を解くために何か自分で変化を加えられたりとか、ちょっとそういう何か動けるようなきっかけが作れたらいいなと思って、今回このテーマにしました。なんか変形って唱えると、なんか勢いだけでとりあえず何かものになったりとか できるような気がして、何かその勢いで違うものになった時に、そこで見た景色が違かったり、吸う空気が違かったり、自分の見え方がその時周りから見えたら、その瞬間何か新しい刺激を受けて、その奇妙な術、自分の中に持ってた偏見を変えるきっかけ、術を解くきっかけになれるかなと思って、今回はこの展示で鳥たちにいろんなものに変化をしていただきました。変化をさせました。こちらが今回のメインビジュアルになっている作品になります。タイトルはそのまま変化です。見てもらった通り、鳥がパンに変化して、パンが鳥に変化してます。まあ、見た目は正直失敗してるんですけど、この子たちが楽しくて、何かこの時に考え方が変わったら、もうそれでいいのかなっていう、形から入る作品、形から入った作品です。で、こちらがバードボートです。と、この鳥が湖にいるスワンボート、憩いのスワンボートになりたくてなった姿です。と、こちらは鳥たちがビニール袋に変身してます。ちょうどコンビニの袋が有料になったりとか話題になってたんですけど、最初は無料でもらってたものが有料になって、でもちょっと時間経ったら有料でもやっぱりみんな必要としてて、なんかその時にビニール袋の価値がちょっと上がったんだなと思って、なんかそういう求められて自分の価値に気づけるのかなっていう作品です。こちらがアイスクリームに変身してるビションフリーゼです。ただただ雪だるまみたいに乗っかってる美味しそうなアイスクリームになりたかっただけのビションフリーゼの絵です。はい、こちらが海になりたかったカレーという作品です。海の家から注文された時にいつも見える大海原になりたくてなっちゃった絵です。で、こちらがエビ天です。これはもう単純にエビ天になって、ほかほかのご飯の上にのほかほかのご飯の上から見える景色を見てみたかった鳥たちです。はい、これは人形ごっこという作品です。マーメイドの尻尾を履いて人魚になろうとしてるんですけど、この子だけはちょっと違った着こなし方をしてて、結構こう応用することで個性が生まれるから、もうなんかいろんなこと試しちゃえっていう作品です。とこっちが、リクガメごっこです。もう見てもらったままの通り、もうリクガメできってるんですけど、なんかざるを甲羅に見立てて、めちゃくちゃもう不格好なんですけど、でも鳥が楽しければいいかなみたいな、周りのみんなも楽しかったらなんかもういいのかなっていう絵です。
ちらがキントンドルフィンです。雲になりたかったイルカなんですけど、ただの雲にしたらつまらないんで、つまらないなと思ったんで、あの孫悟空が乗ってるキントン雲になってます。キントン雲になって悟空を乗せて大空をめちゃくちゃ泳いでる絵です。こちらは X を求められようとしてる鳥です。あのよく中学生とか高校生の時に数学で出たあの X を求めなさいという角度になって、勉強してる子たちに求められたらどんな感じなんだろうかなっていうふうに思った鳥です。正直あまり深い意味はないです。こちらがミーアキャッツです。これも単純にあのミーアキャットたちが同じ格好で同じ方向を向いてる姿がすごい可愛くて、でそこに鳥も一緒に、もう全然違う動物の鳥が入って同じことしてたら、なんかまた見え方変わるのかなとか思って描きました。こちらがバターになった日という作品です。あのホットケーキの、あったかいホットケーキの上に乗せられたバターがキラ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 しながら溶ける姿が、なんかすごいステージの上で輝いてる人に見えるって言ったらおかしいんですけど、なんかそのステージの上で輝いてるものに見えて、でもなんかこの輝いてるけどすごいリラックスしてるように感じて、それをちょっと鳥で表現してもらいました。ちゃっかり蜂蜜もかかってすごいリラックスしてる状態です。こちらが I'll get strong っていうタイトルにちょっとしちゃったやつなんですけど、単純になんか強さを表現した可愛い絵です。鳥とかひよことかすごい可愛らしいけど、ちょっと強いものを身にまと、まあ、鎧を身にまとって心を強くするっていう感じの思いを込めた可愛い絵です。こちらが牡蠣です。単純にプリプリした牡蠣に変身してもらいたかっただけの、私のなんか欲望をただ詰めただけの絵です。やばい、これちょっとテーマと違うものだしな。こちらは軍艦巻きという作品です。鳥たちが軍艦巻きになっちゃってます。でしかも一人、この鳥が一人でやるのはちょっとこう恥ずかしいから、周りの友達も巻き込んで一緒に乗りに巻かれて、これから回転レーンに乗るぞ、ワクワクっていう感じの絵の設定です。レーンは乗ってないんですけど、そういう設定です。こちらが野望トイレットペーカーです。これはトイレットペーパーの芯があの車になってトイレットペーパーの上を走るっていう絵なんですけど、トイレットペーパーの芯ってこうトイレットペーパーホルダーに入ってから最後まで走り続けてるのに、あの芯自体は本当に捨てられる瞬間になるまで周りの景色が見れないかわいそうな子なんだなと思ってしまって、その芯の野望を私が勝手に妄想して、あの最後の芯になった時に捨てられるんじゃなくて、あのホルダーを飛び出して走ってやるっていう、ちょっとそういう野望を込めたゆるい絵になっております。こちらはチューリップごっこという絵です。チューリップになりきってる絵です。こちらがいちごごっこ、これはもう単純にいちごになりきってる絵です。こちらが強き母にっていう絵で、ちょっとあの強いライオンのお母さんになりきってこうわーって言ってる鳥の絵です。でこれは忍びごっこです。ひよこたちがちょっとあの闇に生きる忍びになってかっこよく戦ってる絵です。こちらがおにぎりごっこで、これはふかふかのおにぎりになってちょっと気取ってる絵です。こちらの
作品たちは過去に描いた絵をキャンバスプリントに印刷して販売しております。こちらは過去にやった企画展に出させていただいた絵で、その時のギフトをテーマにした絵で、ちょっと今回の個展のテーマとは違うんですけど、せっかくなので展示販売させていただいております。豆に思いを込めて何かこう思う鳥と、パンに思いを込めて何か思う鳥です。こちらが今回の個展の限定アイテムの一つの、しげみデザインのシルバーネックレスになります。もともと個展会場の東京ピクセルさんが蔵前にあって、その蔵前がものづくりが盛んな町で、地場産業の一つのアクセサリー職人さんと東京ピクセルさんと私で、作った素敵な商品となっております。今回の個展のテーマでもある変化とか、自分を変えたいみたいなっていうのも少しあってて、普段は緩い感じの絵を描いてるんですけど、こういうアクセサリーになって、少しちょっと上品な鳥を身につけて、またなんか自分の価値観とかが変わったりしたらいいなと思って、作ったので、よければ、お願いします。はい、こちらが、こちらもまた個展限定のグッズになります。お菓子缶です。白と黒があって、中にチョコが入ってます。ブラックの方がミルクチョコのクランチみたいなのが入ってて、白い方にホワイトチョコのクランチみたいなのが入ってて超美味しいです。デザインの方は、両方とも書き下ろし、今回の個展に合わせた書き下ろしになってます。白い方は、私がいつも描いてるキャラクターたちを集めた缶のデザインになってます。タコと四足歩行のエビ天と、カブトムシ、ヒヨコ、鳥、ビションフリーゼとグレイタイプの宇宙人です。天面はこんな感じで、白いマットのベースにゴールドのインクで結構おしゃれな感じに仕上がってます。で、黒い方はよいしょ、今回の展示のテーマである変化をイメージして作ったデザインになってます。忍者になってるひよこ、変化しようとしてる鳥とか、おにぎりの鳥とか、よいしょ、ちょっと猫になりきってる鳥とか、これはカブトムシになってる鳥ですね。天面は鳥になってます。で、こちらは黒いマットに、シルバーの印刷で、これも結構おしゃれな感じになっているので、お菓子を食べ終わった後でも小物入れとして使ってもらえるようなおすすめの一品です。よろしくお願いします。今回の個展で販売するグッズの紹介をさせていただきます。まずこちらのトートバッグです。個展のテーマに合わせた変化という、変化って書いてあって、鳥が変化しようとして葉っぱが乗ってる絵なんですけど、実は一枚一枚手書きになっていまして、ちょっと表情が違かったりポーズが違かったり、こっちの子は寝てたりとか、とにかく一枚一枚違うので、会場に来られる方はちょっとこう一枚一枚好きなお気に入りの子を見つけていただければと思います。で、次に、こちらサコッシュを販売してます。サコッシュがちょっと今袋に入ってるんですけど、こんな感じになってて、最近流行りのちょっとちっちゃいおしゃれバッグです。こちらも一枚一枚手書きのデザインになってます。こちらは結構全部私のその時のテンションで書いてるものがあるので、これもまた会場で選んでいただければと思います。次にこの壁にあるトートバッグ S になります。サイズ的にはランチバッグのサイズですけど、こちらも一枚一枚手書きで書いてて、こっちは鳥がいろんなものに変身してる絵を描いてます。なので全部食べ物が違かったりとか、デザインが違くて選ぶのも楽しい商品になってます。よろしくお願いします。
あとは、パスケース、こちら今回の個展初めて作ったグッズです。デザインは、まあ、見たことあるかと思うんですけど、まあ、グッズになるのは初めてなのでよければよろしくお願いします。一応裏はこんな感じで、あ、ちょっと見えないですね。シンプルなデザインのものなので使いやすいです。私もこの形めっちゃ使ってすごい使いやすいです。あとはポストカード、あと原画コースターといって、まあ、コースターに1枚1枚こちらも絵を描いてて一点物なのでよければ好きな絵を見つけてもらえればいいなと思います。であとは、過去に出したイラスト集も少し置いてます。一応サンプルもあるのでよければ見てください。こんな感じになってます。ちょっとこれ以上はまた会場でお願いします。よいしょ。で、次にカレンダー、これできたばっかりなんですけど2021年のカレンダーを作ったのでよければこれも見ていってください。結構12枚全部書き下ろして内容も自分で言うのはあれなんですけど超可愛いのでぜひよろしくお願いします。これはつくしでダンスしてます。で次にマグカップです。これも今回の展示で天井に作りました。これはエビ天になる鳥とエビ天がこう戯れてる感じのデザインのマグカップで可愛いです。でこちらが今回の展示のメインビジュアルになってる、あ、こっちからですね、メインビジュアルになってるデザインをマグカップにしました。ちょっとこれからの時期いっぱいあったかいもの飲むと思うのでこれを使って気分も変えたら変わったらいいなと思います。グッズの紹介はそんな感じです。こちらは今回の個展会場限定で設置していただいたネームシール機になります。デザインが全部で18柄です。横8柄、縦8柄で今回のために書き下ろしてます。書体が4書体選べて、好きな自分の名前だったり家族の名前だったり好きな言葉だったり推しの名前だったり何でも好きな言葉を入れてオリジナルのネームシールを作れる、すごいすごいマシンなのでぜひ個展会場に来た方はこのすごいマシンでちょっとテンション上がる言葉のネームシールを作ってあげてください。